します。はい。ちょっと音楽消します。さあ。はい。お疲れ様でした大会。お疲れ様でした。どうでした。いや疲れました普通に。疲れましたね終わった直後で。なんか最初ね年齢16名あとホンダに関しては一先だから32とかしてましたけど32、うん、いや無理でしたね来てたらテンションちょうどよかったからちょうどよかったかもしれない逆にホンダ2先でもいいかなみたいな話でもねもっと盛り上がったかなみたいなそりゃそうだよね、うん、CPT だって初日にベスト16から8まで絞って2日目に8からやるんだもんそうだよね16人32人をデイワンでやるとしたらデイワンでやべえ、そうだ、そう、危ねえちょうどよかったんだよちょうどよかったねあと来てもらった人たちもイルブが10人10人でしょでもホンダが18でしょ、危ねえ、そうよかった危ねえいや、ありがたいことで本当は最初に予想したのがあのね、公式でもそのルーキーさんいらっしゃいとかやらせてもらってたんで結構ツイッターでも番組見に来ましたとかいう人もいたんで、だからそういうね、うちらの近い人とかもっと下の人がわちゃわちゃするやつかなと思ったら、全然なんかありがたいことね。フラマス、アルマス、ゴロゴロしてましたね。戦闘民族いっぱい来てくれたの。びっくりしましたね。盛り上がりましたよ。いやもううまかったですね。イレブンとか。うまかったね。これ本当にイレブンっていう。で決勝戦で持ちキャラ引く？そうね。いやすごいね引きがありましたありましたねこれでも11限定マッチはなんか続けてもいい気がそう面白いですよね少ししました、ね、そうだ他で16集まんなかったらそれではもうやっても全然問題ないってことが分かったんでおもろかったですねなんか誰どなたかなコメントでストファイ11限定はなんかストファイ力を問われるねあそう書いてますストファイ武力の力の見せ合いだっていう、うん、それはうちらも、ね、最近やってるから特に分かるよ ね、 そうですね差し込みうまいなとかシミシミとかそうそうそううまいなとか本当そういうのが見えた投げ抜けの精度とか、うん、やってない人でも面白いしやっててる人も面白いから、うん、確かにやっててる人ってちょっと、ね、いやもう疲れてる手が一個増えちゃってるやっててる人はやっててる人はだからそれぐらい見ててどっちの人も楽しめる大会だったんじゃないかなとは思いますけどね確かに確かにそうですねコメントでもなんか超面白いんだけどっていう人もいらっしゃる、ね、ありがとうございますねまあ、お堅くないからね、我々がやるのは確かにちょっと砕けながらやりますんで、はい、だって、私物あげないでしょ、普通そうですね勝手に、はい、ただ、今回、商品がありがたいことに豪華だったんで、うん、2回目以降、ちょっと心配ですけどちょっとプレッシャーがありますけどちょっと後ろになりますそう、今日これ、だから、近々発送するわけですよねはい、ちゃんと分けた間違いないようにちゃんと分けてるんですよまとめました紙に書いて、まるまる様みたいな大事ですねで、魔除けのノーモーションコスプレ写真を、はい、予想より皆さん多めに散りばめてますぜひともあ、入ってるのか入ってなると思う届いた際にはチャンネルとあとその、もらったね、メーカーさんとかの宣伝もぜひしてあげてくださいよろしくお願いしますいや、でも今回、まあ、いろんな力あって1回目できましたけども2回目、3回目とこういう風にしてったらもっと盛り上がるんじゃないかなっていうのはね感じましたよだから矢野さん考案の江戸限定マッチ大江戸ファイト大江戸ファイトもやりたいですしもちろんストリートファイター5だけじゃなくて KOF とかバーチャとかバーチャとか鉄拳とかねまあいろいろやってるんでいろんな大会を広げてその都度来るお客さんが違ってそこの層もね根はやっぱゲーセンが好きだったり格ゲーが好きだったりという人だと思うんで、うん、そこら辺でなんかワイワイできたらいいなっていうのは思いましたねそうですね、うん、いや本当ゲーセンって感じがしましただから僕らが目指してるならそれだったら良かったのかなみたいなそうですね、うん、わちゃわちゃ感そうありましたねあとだからゲーセンってやっぱ週だったり平日中日でもなんかフラット寄って大会やってる感じとフラット前日に出てられましたしね
締め切った直後にまだいけますかっつって、いいよっつって、俺もそれオッケーだからじゃん。のれんを下ろしたけれどラーメンまだいいよっつって食わせるとか、ガス止めてないからいいよとかですかね。だから知ってもらってこんな大会面白かったよとかってなってくれると嬉しいですね。はい。だからこれはちょっとオフレコかもしれないですけど、ゲーセンだからチャリンってこうまずスパチャ投げてもらって、ああ入り口みたいな。いやでもまあそれしてくれたら嬉しいですけどね。皆さんね、分かってますね、ワンプレーね。でもちょっとわかんないですけど、それ欲しいのは発想がかかるでしょ、よく考えたら。そうそう、そうよね。それを集める意味で。そうそうそう、まあ、これ発想代はスポンサー代から賄われるんで。だからこういう大会できたんですけど。ありがとうございます。そうね、見てる人たちもスポンサーになりたいとか、チヨンちゃんも話したしね。だからまあやる、見る方やる方を集めつつ、うん、逆にこう出したいよとかスポンサーしていただける人たちも増やしていきたい。そうですね、うちの商品使ってくださいとかでも、そうですね、なんかいろいろ広がるといいですね。終わった直後ですけども、うん、イレブンの方が、あれ、イレブン消えた、消えた、あったあったあった、お、883回再生、終わった直後にしては早いね。いいですね。でノーモーションのおなじみの、うん、なぜか一人だけ入る低評価が入ってますけどね。はい、誰なの？すも一人だけ入るの？その人と対談する客も大変。そうですね。どうして低評価を押すのか。理由教えて。では、はい、今後どうなっていく感じですか？まあちょっとまたちょっと家から出れないだったりとかなんかがあると思うんですけども、家からでも楽しめるような、まあ、僕らが得意なゲームをとかもそれをやりながらモノマネだったりふざけて、でも、芸人で大会主催してるのなかなかいないんじゃないの。いや、いないと思うよ。協賛つけていただいて多分いないんじゃない。そういう面で第一人者になりたいですね。いや、そうか、確かにね。こうやって自ら多分呼ばれたりとかは、うん、あるし、まあ、仲間内でやろうぜはあるかもしれないですけど、こうやってちゃんとスポンサーつけてやるとって。そうですよね、見たことない。あ、確かにそうだと思うし、あと一応そのカプコンさんだったり SNS とかいろんな会社じゃないですか、そういう話とかをすると結構びっくりされますからね。そう、うち今度うちのやつでやってよ。これ見たことないですね。そうですよね、はい、だから各ゲームで商品でゲームもらえるぐらいは言ったらいいんじゃない、そのスポンサーが。そうですね、確かにタイアップになるし、これをやるからってことで、 そのソフトすらも当たるとか、そうとか、これは1名だけに、うん、書き下ろし原画とか。そうそうね、うん、だから視聴者にもだからそこのメーカーのグッズ当たりますよとか。いいね、ね、そういう風にこのノーモーション、ノーモーション、はい、格ゲー前の道は大会を作っておきたいですね。一歩踏み出したばかりでしたね、着実に、はい、僕ありやりたいんですよね、なんすか、世の中に出てないけど先にやっちゃえる権ってこう特権持ってる人たちいっぱいいるじゃないですか。ああいうやつの配信とか、うん、プレ大会みたいな、ポケテスト的なことなんでしょう、なんかそういうのあるじゃないですか。世の中でまだやってない。まあ、もしだからこのストファイの次の何がしがとか、うん、SNK の次の何がしがとか、ちょっとわかんない。頑張って考えたんですけど、あのヒカキンさんがモンハンライズをエイペックスを先にやったりとかやっ
ップデート前なんですよ。ああ、なるほどなるほど。それができるようになっちゃったら、あ、嬉しいですよ。すごいっすよ。こちらも嬉しいし、いや、サムライスピリットの新キャラとか、そう、あの電撃プレイステーションさんがいつも先行配信やるんですよ。そうそう。それは SNK さんからね、許可もらってやってるんでしょうね。うん、そう、だからそういうそこをそこの位置ってことですか。パクつくっていう。ああ、パクつきたいそれ。それはそうですね。それ多分ちょっと話し行けば、いけなくもないですよ。いけなくはないです。だって各メーカーさん普通に仕事してますからね。そう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 。先行体験レビュー、レビューさせてください。レビューだし、まあそれをまあ配信させてもらうし、逆にまあそれが製品になった後は暁にはまあ誰よりも先にじゃ大会をやる。それ確かにね。それはなんかそのコンボ。そのコンボで見るからチェアもらったりね。もうそうそう、チェア。広がるじゃない？うち置けねえなゲームで。狭いか。すべてやっぱ一番置けないけど、まあそのコンボですよ。コンボですよね。弱中強です。弱中強。CA。やっちゃいますか。前々ねみたいな感じです。いいですね。広がります。はい。じゃあ4月はこんな感じで。そうですね。緊急事態宣言的に。緊急事態宣言になっちゃったんですよ。なりましたね。今日からですか。はい。あ、今日からか。ちょうどいいですね。緊急事態宣言の日に大会開会宣言ができたということは非常にちゃんと家から出てませんよと。そうですよ、オンラインですか。いやですね、はい、もう なんでしょう、今のこのギャップをプラスに変えてさっき出たようなとこを目標に行こうってことですよね。これ本当にちょっと甘めに設定してもすごくないですか、はい、普通にゲームをの大会イベントを100人見てもらうって。いや生でやったら無理でしょ、はい、無理ですね。確かに100人来ないですよ、そのイベントで。言うて10、20ぐらいじゃない。そうそうそうですね。確かにそうですね。すごくないですか。初見って人結構多かったですからね、はい、だからあとなんかプレイヤーさんの応援できましたとか、うん、あれは嬉しいでしょうし、なんか知ってもらって告知してくれるというのが面白かったよとか、実際見ると面白かったんですよね。まあもうみんなうまいし、こんなに今日お二人ゲームしてて疲れるってなかなかないですよ。そうすぐ負けたんだから。2回しかやってないのすげえ疲れた。ほんとだよ、イレブンマッチに関しては何もできないんだから。初めてです。こんなに関しては何も出なかった。疲れたよね、ゲームしないんだよ。疲れたわ。ほんと腹減った。俺レバー持ってたなと思ったけど、あの正体打ち込んでないだろ。そうだね、クシ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 。慣れた正体。慣れた。でも本当にその小手さんがさっき言ってましたけど、意外とこの大会自体って開けないですよね、普通にやると、まあ、確かに自分らでやってみて思ったんですけどね、うん、そのやっぱいろんなのもいるし、まあ、景品出すっていうところもそのうちらっぽさを出すとか、あとまあ応募フォームとかもなんか初めてだった。そう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 、ちょっと怖かったですけどできましたね。できました、できました。やっぱやってみるが正解。正解ですね。できた自分たちを褒めてあげたいです。じゃあそれをマラソンじゃん。小田裕二さんのモノマネじゃん。誰誰ですか。自分たちを褒めてあげたいです。おい。大丈夫。ずっちーな。振っといてずっちーな。振った本人が一番喜んでるから。どうして振った本人が一番笑うんだ。ソニーソンポ。そこでいろいろ混じっちゃってる。それじゃあスカイシークランドビューでじゃあお願いします。 IT 戦略の最高、すべての当社にお任せください。スカイシークライアントビュー。振って笑ってるから振って笑わない人いるじゃん。そうだね。いやでも無事1回目終わったんで、なんかいろいろ勉強になりました。でいろんな人もコメントでね、コメントね。コメントね。今日2回足すの多いっすね。足しちゃうの多いっすね。でってとか。でってとか、なっちゃうんですよ。ちょっとあの、シナプス出てないですよ。疲れて。シナプス的なものが。イカの花親方の、なんか、タが入り、イカの花買った。買った。え？イカの花、タカの花的なのと混ざったんですか？多分そうですね。情報量が出る。
伝達ミスを起こした。コントとかでひょっとしてってセリフをひょしてって言ったことやっぱ訳しちゃった。ひょしてって、ひょして、ひょして。あ、確かにちょっとコントとかを今度やりましょうよ。あ、やりたいですね。ちょっとだけそういうのも織り交ぜて、まあいろんな見てる人、参加する人を楽しませたいですね。そうですね。ただの大会じゃない。あの、確かにやってみてただの大会じゃないなっていうのは、うちの回し見たら分かった。人来ません、あ、待つよーって言うんだよ。よーっつって、え、一人抜かしてるっつって、すいませんっつって、こうしてたら、バチコスクソ怒られますからね。そうですね。まあ、そういう優しい世界でいたいですよ ね。いや、書き込みもみんな教えてくれたら優しかったですね。それはなんか守っていきたい。あと後半なんか一生懸命招待してたけど、あの下のフォーム見てちゃんと来てくれましたね。そうそうそう、優しい、優しい世界でした。ちょっと待って、待ってて、これ、あ、俺の方なんですか。トーナメント。あ、そうそう、それやっぱ、あれ、これがひょっとして慣れてきてできるようになったらものすごいスムーズですよね。めっちゃスムーズ。アナウンスなんですよ、次なんとかさん、なんとかさん入ってくださいっつって。そうね、超簡単だよね。ありがたいです、ね、ありがたいです。結構呟いてくれてる方も本当にツイートします。前立前米返しましょう。はい、すみません、つって。じゃあこれはもうノー編集のままあげるんで。え、大丈夫です、途中なんか悪いこと言ってないですか。チャリー、わかんないです。大丈夫ですか。いい感じの音楽と写真をちょっと差し込んで、はい、なんかそれっぽい感じにするします。あ、でも、まあ、ま、生の方がなんかいい感じで、いいね。前のくらいだけ切ってあげます。大会を終え。いや、マジ疲れた。大会を終え。いや、ほんと疲れたが、ちょっと言葉が。帰ってご飯食べよう。飯食おう、ほんと。じゃあ、締めの、モノマネでお願いします。大会を終えて、テーマ、大会を終えて。大会を終えた。大会を終えた。まあ、ケイスケと北斗、北斗明と、はい、佐々木ケイスケ。ああ、大会終わった、大会終わったけど一回戦で負けちゃった。油断した。何やってんだケイスケ。油断した。ふざけんじゃないよ。ああ、油断した。久しぶりにやったからね、声の出し方忘れたよ。油断した。危ないね。コストコ行ってこい。本当、次参加するのは君たちです。愛してるよ。ポカした。合ってます。この声だよね。はい、何やってんだよ。喉が来るんだこれ。はい、カットします。